あいにくたまぎれよ。そのデザートイーグルは？偶然武器庫で見つけちゃった。口径は50アクションエキスプレス。装甲ピストルが置いてあったけど、こっちにしたの。うん、俺のは残り物か。その銃、女にはデカすぎる。そういう時だけ女扱いする。俺の45口径を使え。大丈夫。この銃なら8歳の時から使ってる。ブラジャーよりも付き合いが長いわ。뭐임마? 아니 탄창은 또 어디서 꺼내는 거야? 무슨 도라에몽 요술 주머니니? 北陸軍はこのフロアの所長室を抜けなければいけない。地上のルートは氷河で塞がれているの。所長室のセキュリティレベルは5。このカードで開くわ。偶然兵士の服に入ってたの。見かけによらず、結構重要なところを警備していたらしい。무슨뽕대신에탄창을놓고있는것도아니고さあ行きましょう。ここでは私が先輩よ。私がポイントマンになるわ。ついてきて。좋았어가보자고。変ね。見張りがいないわ。歌が聞こえない。私が警戒してるから今のうちに装備を整えてね。좋아일단장비를정비하자。자고추가사라졌으니까이틈을타가지고이때여기서먹을수있는건다먹고가자고자여러분들추천한번질문부탁드립니다자이거안정제뜨뜬뜨뜬아니세상에암지테크사장이나아니면은뭐다르파국장같은초고위급간부가가진키보다일개병사한테서뺏은키가더레벨이높다니놀랍다정말병사사원복지가제대로인곳이야자수장씨頭が痛い。どうした？来ないでスネーク。大丈夫か？どうした？大丈夫。さ。行くわよ。どうぞ、フォックスハウンドの旦那、所長がお待ちよ。じゃあ、한번들어가보죠。うわ。어머치기자메릴 스네크아타시노코토スネーク、メリルは正気じゃないんだ。武器を使うな。サイコマンティスよ。彼がメリルさんを操ってるんだわ。その歌、彼の洗脳ミュージックなのよ。武器は使うな。気絶させるんだ。あらっそ、걱정하지마。あかどもあんちゃりっそ、내가。
아니 던져야 돼 임마. 야야 메리라 미안하다. 으자 으자 으자. 役に立たぬ女だ。 ステルス迷彩か。 手品の種はいつも幼稚なものだ。 貴様、俺の力を信じてないな。 믿지않아。 世界最高のリーチ能力と最高記念今からお前に見せてやる。 그래 초능력을 갖고 있다면서 네 머리는 잘하게 하지 못하니까 어떻게 너의 힘을 믿을 수 있겠니. 種はない。 正真正銘の力だ。 無駄だ、言っただろ。 貴様の心は全て読める。 貴様の性格を当ててやろう。 いや、貴様の過去と言うべきかな。 随分と慎重な性格だな。 石橋を叩いて渡るタイプだな。 戦闘も得意のようだ。 이게 지금까지 플레이 스타일을 평가를 해주는 거예요. 트랩에 대해서는 경계도 怠っていない。 요ほどの 신조하가 根性なしに違いない。 뭐 임마? 마다 신지ないようだな。 貴様の 趣味を 言ってやろう。 何もないようだな。 貴様の記憶は空っぽ。 セーブを怠ってるようだ。 大胆なようだな。 どうだ。 貴様のことは手に取るようにわかる。 まだ信じないようだな。 俺の念力を見せてやろう。床の上にコントローラーを置いてみろ。いいか。できるだけ平らな床だ。あれ、 그런 걸 잠깐 초능력은 네 초능력은 평평한 바닥에서 마실 수 있는 거니? 今からそのコントローラーを俺が念力で動かしてみせる。 どうだ? 안 움직였어. 俺の力が分かっただろ。 よし。 デモンストレーションはこのくらいにしておこう。 브라트만 돌아서! 자, 여기서 자, 멘티스가 나의 그 컨트롤러 포트를 읽어가지고 내가 공격을 하면 막 피해. 내가 피해버립니다. 총을 써도 막 어이 맞네. 멘티스 너 왜 이래. 너 막 피하는 아이 아니었니? 시기와라. 아이아이 아이아이 아이 아이아이 이 녀석 원래 내 총 움직임 다 읽어야 되는데 그걸 보여주고 내가 포트를 바꾸는 걸 보여줘야 되는 거 아니니 컨트롤러 포트를. 아 약간 못해 쳐먹어. 원래 컨트롤러 포트를 1P에서 2P로 바꿔야 되는데. 자. 아니 메릴 때리지 마. 누가 메릴 때리랬어. 던져. 기절만 시키면 된다고. 아! 이야, 자.
シャッシャッ。確かに貴様は大したやつだ。しかし貴様の弱点が分かってる。さあメリル、この男の前で自分の頭をぶち抜くんだ。やめろメリル。그래메리를 そんな바카나クソ。그래널쏘진않겠지만많이패줄거야。그래자다시파마스，나는파마스와함께간다。아원래얘가진짜엄청어려운보스중하나인데공략법모르면大佐あんたの命は何とか。결국개그콘트개그캐가되버렸어。世話をかけた。マンティスが倒れたならメリルの洗脳も解けるはずだな。ナオミ。ええ。でもなぜそこまでして彼女を。역시사이코멘티스의능력은불화였습니다。それとも彼女が好きなの。目の前で。그래자기모발조차잘하지못하게하는녀석이어떻게초능력자야。気にも留めないんじゃ。ナオミ、確かに彼は多くの人間を殺してきた。だが殺人鬼ではないよ。人殺しには違いないさ。そうか。もう一つの。俺には予知能力はなかった。予知能力なんかいらない。未来を変えていく勇気があれば十分だ。まちまりや。そうか。その未来と名を教えてやろう。メタルギアの地下整備基地へ行くには、そこの隠し扉を抜けるしかない。本棚の裏に隠し扉がある。地上ルートは氷河で埋まってしまっている。通信塔を越えて行け。その通信塔の渡り廊下を使うんだ。どうして俺に。俺は人の心が読める。今まで何千人もの心と過去、未来へつながる今を覗いてきた。ひどい。ドイツの腹の中にも欲という名の夢、種の保存という名の利己的な理想が詰まってた。ヘドが出るほど地球上のあらゆる生命は子孫を引き継ぐために生きる。そう設計されている。その方程式がゆえに争う。しかし、貴様は違う。むしろ、俺たちと同じだ。過去も未来もない。この瞬間だけを生きる。それだけの存在だ。人間は、人を幸福にするようには作られていない。この世に生まれ落ちた時から人を不幸にするように運命づけられている。あに눈썹도없잖아。俺が初めて人の心にダイブした相手は설마곁털도없고実の親父だった。親父の心の中には俺に対する殺意しかなかった。母親が死んだのは俺の出産が原因だと。俺は親父に殺されると思った。あの時俺の未来が消えた。過去もなくした。気がついた時村は炎に包まれていた。過去を清算するために村を焼き払ったというのか。
お前の中にも同じトラウマがあるな。お前は俺と同じだ。그렇죠. 솔리드 스네이크도 빅보스를 そんな 기사만 かけてみたくなった. 俺は 아무튼 뭐 그런 게 있습니다. 보스의 決起に 賛同したのではない. 야츠의 목적にも 리소토야 약간 동질감을 느꼈겠죠. 興味はない. ただ 殺戮に至る正当な理由が欲しかった. なんて 야츠. 言わせておけ. こいつはもうすぐ死ぬ. 그래. 俺は 本当の 진짜로 죽는 것보다 설명충은 말을 끊는 게 더 힘든 그 고통이라고. 기사마を見ると 落ち着く. 도와줘야지. 기사마와 보스도 同じ. 이야, それ以上だよ. 俺はまだまともだ. 알람 끄는 걸 깜빡했다. その女の心を読んだ. 메릴の? 女の心に お前がいた. お前が 心の中で大きな存在として。大きな存在？大きくなりつつある。これがお前たちの未来かどうかは分からん。あに、나의연애사를스포일러하다니쓰레기같은놈。マスクをかぶせてくれ。わかった。このままでは人の心が入ってくる。이런설명중에스포일러제레自分でいたい。俺だけの世界にこもりたい。아주 그냥 쓰레기 같은 녀석이었어。 ここの扉を開けてやろう。未来が知りたければ扉をくぐればいい。行こうか、メリル。ごめん。メリル。私、捕まった時にマンティスに暗示をかけられていたみたい。後悔するのならここに置いていくぞ。そうね。後悔するよりも反省することだ。後悔は人をネガティブにする。わかった。ごめんなさい。もう迷惑はかけないわ。スネーク、ちょっといい？まだ泣き言か。さっきの話だけど、マンティスの言ったこと。あ、いや、다시못돌아가요。なんだ。진행할때까지。일정구간。教えてスネーク。あなたの名前はなんていうの？本当の名前。戦場では名前なんて意味がない。歳は？君よりは死人を多く見てきている。家族は？育ての親ならいくらでもいる。好きな人は？ドジック。他人の人生に興味を持ったことはない。そう。マンティスが言っていたように、あなたには何にもないのね。他人の人生に介入すれば、自分を守れなくなる。悲しい人。さあ、行くぞ。여기서 PSG1 얻으려고 돌아가시라는 분이 있는데 못 돌아가요. 일정 이상 진행할 때까지. 그렇게 정해져 있어. 안 나가죠. 何してるの？ 先を急ぎましょうよ。 메릴이 날 막아서기 때문에. 네, 안녕하세요. 狼がいるのかしら。狼犬ウルフドッグだ。詳しいのね。これでも犬ぞり近いマシアだ。여기도어제도말씀드렸지만스네이크가메탈기어2에서私のポイントマンを務めるわ。スネーク、私についてきて。제대하고나서알래스카에서개썰매꾼으로살았어개썰매보면서
그래서 그 개를 다루는데 아주 익숙하다는 설정이지만 그럼 게임이 재미가 없겠지? 그래가지고 개썰매 몰다가 그 갑자기 그거 된 거야. 끌려와가지고 캔벨이랑 만나가지고 캔벨이 자기 조카가 여기 잡혀있고 막 그런 위협이 있으니까 좀 구해달라고 해가지고 여기까지 온 거지. 좋아, 나 안 맞고 갈 수 있을 것 같은 느낌이야. 느낌적인 느낌이 들어. 근데 간결한 느낌. 느낌이 오케이, 안 맞았어. 스네이크, 犬の扱いに 慣れているんじゃなかったかしら? 그래, 그래갖고 잘 다뤄가지고 다 피해왔잖아. 너 날 뭘로 보는 거야? 여기가 지라이덴. 내가 포인트만이니까. 離れてついてきて。 だが レーダーが 効かない。 地雷探知機も 使えんとなると。 私に任せて。 任せて。 이게 그 발매 연도가 99년이고 게임 시간이 2005년도예요. 그러니까 게임 내 시간에서 지금 시기가 どう? 아타시모 타시타몬데쇼? 나제 지라이노 위치가? 만티스니 신류와 사레타케도 소노토키 코코노 지라이노 이미지가 미에타노 미나오시타? 아, 스코시와 스코시나노? 자, 그래가지고 이거 따라가면은 지뢰에 걸리는 일은 없는데 이렇게 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 가면 지뢰에 걸릴 일은 없지만 그럼 재미가 안 돼! 메릴! 도시다노? 응? 메릴, 쓰러! 私を置いて逃げて。メリル。私本当心配ね。二度も。大丈夫だ、メリル。狙いは俺だ。いくら私でもわかるわ。こんな古典的な罠。スナイパーよ。私は劣り。あなたが出てくるのを待ってるんだわ。クソ。私を撃って。ダメだ。銃が自分では型をつけられないわ。謝るな。 足手まといにならないって誓ったもの。私、こんなだけど、あなたを助けたい。役に立ちたい。黙ってろ。体力を消耗するぞ。私が甘かった。軍人なんかに憧れて、戦場には何もない。戦争では何も生まれない。 私の代わりに生き抜いて、スネーク。そして人を好きになって、私の言葉を忘れないで。さあ、行って。 이런 메리. 메리다. 캠벨さん. 그소. 스네이크. それは罠だ。 スナイパーが敵を誘い出すために使う手だ。致命傷を避けて君はメリルを助けに出てくるのを待ってるんだ。おそらく相手はスナイパーウルフよ。ボックスハウンド最高の狙撃手。通常狙撃兵は2人組だが、それじゃ相手は1人か。
持久戦よ。彼女は何時間でも何日でも何週間でも。이것들아빨리그만해메릴죽었다あなたを観察し動くのを待ってる。メリルの体力が持つかどうか。スネーク、そこからウルフが見える？通信塔まで身を隠すところはなさそうだ。おそらく通信塔の2階だろう。通信塔からだとするとウルフからは君たちが丸見えだ。その時には絶好の打ち下ろし攻撃ポジション。その距離では通常の武器で攻撃するには遠すぎる。スナイパーライフルが必要だ。大佐、無理をするな。メリルは必ず助ける。すまない。どうした、ナオミ。知ってる？あなたの遺伝子には殺人傾向を助長する因子が含まれているのよ。俺が他人の命を救うなどありえないとでも？そこまでは言わないけど。あいにく俺は自分の遺伝配列に何が書かれているかなど知らない。俺は本能に従っているだけだ。野蛮な人。俺はメリルを助ける理由なんかいらない。そう、他人のためにも戦わない。自分のためにメリルを助ける。大佐、心配するな。スネーク、ありがとう。わかったわ、ごめんなさい。ごめんなさい。자이제빨리메리를구하러가야돼돌아가야돼자 PSG1 을얻어가지고와야되기때문에아유개들아늑대개들아이런개야개야나좀살려줘라개야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 오케이안맞았어기적같다정말기적같군여기산대도안맞다니어제할때엄청털렸었는데자일단빨리그러면은처음왔던그곳으로돌아가야돼폐기소로폐기동아유이런어떻게갈까이렇게가지뭐자여기서자시박스절대여기아닙니다시점박스라고써있잖아시박스의일을써가지고기다리면헬리포트로빠른이동을할수있어스미니와これだけか헬리포트行きだな절대여기아닙니다플스1에뮬레이터는사양별로안타요플스2나뭐그런게좀그렇지요즘에야막컴퓨터성능이워낙좋아가지고가자그이거말고87년에나왔던시리즈첫번째인메탈기어1이나2에서도있었어요그러니까메탈기어솔리드시리즈예전에메탈기어1 2시리즈가있는데그때도어박스는있었어왠지박스안에들어가면마음이편해진다는